花柄でも色合いが落ち着いていると甘くなりすぎず日常でも使いやすいかと思います。こちらは裏布。こんにちは、うさんこです。今日はポケット付きトートバッグ作りますよ。まずは材料から見ていきましょう。ちょっとこちらは置いておきます。こちらは表布と裏布です。2枚ずつ用意しています。表布の裏には接着芯貼っていますよ。お得用だからね、たっぷり使えますよ。表布、裏布ともサイズは一緒です。サイズは35cm×40cm、 35cm×40cm です。そして次はポケットです。幅は表布と一緒、裏には接着芯貼っています。ポケットにも裏地つけます。サイズは一緒、25cm×40cm、 25cm×40cm です。接着芯は表布だけです。次持ち手いきます。 10cm×70cm です。肩にも薄手の服着てたらかけられます。裏には接着芯です。こちらね、バッグ作っていきますよ。まずは持ち手から作ります。4つに折って両端縫うだけです。持ち手ができました。次はポケットです。ポケットは中表に合わせて上側を縫い代 1cm で縫います。縫えたら表にして、表布が 1mm ぐらい見えるように形を整えるのでアイロンをかけます。アイロンかけたら縫い押さえてくださいね。ポケットと持ち手が出来上がりました。表布に縫い付けていきます。ポケットは真ん中にアイロンで折り目をつけておいてください。その方がね、作業しやすいです。表布の中心とポケットの中心を合わせて縫い付けていきます。こんな感じ。ここね、返し縫い何度かしました。力かかりますからね。裏はこんな感じです。次は持ち手をつけていきますよ。持ち手を仮縫いしておきます。縫い代は 5mm です。中心から7cm のところに持ち手を縫い付けます。持ち手を縫い付ける際は布端から持ち手の先が 5mm 程度出るように縫い付けてくださいね。布端から 5mm のところに仮縫いしていきます。表布の準備が完了しました。ではバッグに組み立てていきます。この字に縫い合わせてください。縫い代 1cm です。裏布も同様ですが、裏布はこの字に縫い合わせた際にサイドの片側に返し口作ってくださいね。縫えたら縫い代を開いておきます。そしてまちを作っていきます。まちは6cm、6cm、12cm のまちを作っていきます。まちは 12cm です。もちろん裏布にもまち作ってくださいね。まちが縫えたら、今回は表布のまちは底の縫い代に、裏布のまちはサイドの縫い代に縫い付けておきました。裏布を表に返して、表布と裏布を中表に合わせていきます。端と端をしっかり合わせてクリップでピシッと留めます。ただ縫い代 1cm で袋口をぐるっと縫ってくださいね。
たら返し口から表に返して返し口を縫い閉じます。返し口を縫い閉じたら袋の形を整えますよ。形を整えたらここを縫い押さえてくださいね。できました。完成です。はい、どうですかね。ちゃんと可愛くできてると思いませんか。大きいのでね、なんかしっかり画面に入らなくてすいません。ここねボタンつけてもいいかもしれません。ちょっとこうやってね真ん中ちょっとへこんじゃったりはします。でも全然おかしいとか変とかそういう感じではありませんよ。ちょっとね簡単に肩にかけられるようなサイズなので、手に持ってもいいし肩掛けもできるし、ガバッと中開くし、本当に使いやすいサイズだと思います。簡単にね作ってもこのサイズ感いろいろ調整すると、でポケットもつけたりするとすごく可愛いバッグができちゃうんですよね。こちらのバッグは中も結構見えちゃうので、裏地も柄物でも可愛いかと思います。こうガバッとね開いちゃうのが心配な方はボタンつけてくださいね。皆さんもぜひ一度作ってみてください。最後までご視聴いただきありがとうございます。 Twitter、Instagram もあります。うさんこチャンネルで検索してみてくださいね。またお会いしましょう。バイバーイ。